いや今日ね、はいはい、ハッシュタグかがやのつるのままでも、うん、ぜひつぶやいてくださいということなんですけど、はい、さっき通夜さんから聞いたんですけれどもね、うん、RCC と一緒にやってくれてるスタッフさん営業のね、はい、通夜さん、うん、聞いたんですけど、かがやさん、先週の放送の時、はい、ハッシュタグかがやのつるのままっていうのを、うん、まあ、リアルタイムでつぶやいたらしいですね、うん、今までそんなことしてなかったのに、うん、先週の放送だけ急にハッシュタグ加害の鶴の間ってつぶやいたらしいですね。やっぱ、まあまあまあ、自分がかっこいい話してたからですか。やっぱり自分がかっこいい話をしてたから、やっぱこれは僕ね、ずっとその告知とか、ツイッターでね、あんまりね、その面倒くさいタイプだったんですよ。面倒くさいなとかと思って、で、まあ一人になってね、で、いろいろ頑張ったりとかして告知も、で、二人になってちょっと甘くなったのよね、その告知のあれが緩くなってたのよ、告知しなきゃっていうのが。ちょうどぶつかった、そのその意識と、ちゃんと告知しなきゃっていう意識と、その俺の、なんだろうな、俺のそのかっこいい話したじゃんか、それの回がちょうど重なって、そのね、そういう風に見えたかもしれない。それはそのテンション見えたかもしれない。いやいやいや、けど違う、勘違いしないで、勘違いしないで。いや、そうだね、違うのよ、かっこよかったからだよ。だってさ、始まる前にさ、先週さ、ちょっとかっこいい話したけどさ、今週はどうですか、トークというか、はい、今週なんか、ありますかって聞いたら、いや、先週ほどの神回ではないって恥ずかしい、やめて、マジでちょっと放送前のトークって放送前なんだよ知らないようなから言うけど、放送前のトークは放送前だから放送外なのよ。いやでも本当に素晴らしかった、先週はね。いや、いいですよ、もうね、本当に最高でした、はい、最高でした、はい、そうですね、あんなことはなかなかないんですけども、はい、なんかね、メール来てるんですよ、はい、ラジオネーム、ロンより諸君の大ライス、はいはい、ある日河川敷を散歩していると、はい、小学生の男の子たちがロケット花火をして遊んでいました、うん、するとロケット花火が河川敷に生えている草に引火し、火の手が上がりました、うん、やばいなと思っていると、一人の男の子が着ていたダウンジャケットを脱いで、映画のワンシーンさながらに炎を消そうとしていました。その子に続いて全員が着ていた服を脱いで炎を鎮火させていました。まあ、一番先にダウンジャケットを脱いで炎を消そうとしたのは僕なんですけどね。ごめんなさい、ごめんなさい。ロンより諸君の大ライス。ロンより諸君の大ライスさん。がね、うん、そんなないんすけど、うん、はい、OK 紳士のコーナーに送ってきてはい、OK 紳士のコーナー。はい、OK 紳士のコーナー。これかっこいいね。すごい、いいの。これいいじゃない、このコーナー。うん、いやでもすごいね、うん、いいね。いや、ね、俺もさ、この間さ、電車の中でね、完全におじさんが、女の子のお尻を触ってるのはうわって見えたんですよ、僕。そしたらそのピシッって開いた時に、そのおじさんがスッて、女の子も黙ってたんだけど、おじさんがスッて行こうとしたから、うわっ、どうなるやろうと思ったら、ある人がバッて近づいてって、ある人が、そのおじさん、まあ、そのビジネスリュックみたいな、ビジネスマンのリュックみたいなのしてたんだけど、そのリュックの紐をグンって引っ張って、ドシャーン、ほんほんほん、止めて、足止めして、駅員さん呼んでくださいっつって言って、その痴漢、もう完全にね、うわっ、って捕まったの、そのまあ、そのある人っていうのが、俺なんだよね。おい、分かってるわ、もう分かってるわ。3個目はかっこいいけど、もう分かってんのよ、申し訳ないけどね。あ、これでもいいよね、そうやってさ、これね、その人本人なんだろうなっていう頭で聞きながら、その前までは結構その、このね、ロンより諸君の大ライスも言ってたみたいに、映画のワンシーンさながらにとかさ、そういうのを聞くのが楽しいよね、なんかね。俺でもこれ20歳くらいの時の話なんだよね若い時から。先週話された時に思い出せなかったんだけど、必死にその話したかった先週はね、ちょっと思い出せなかったんだけどさまあね、一人は一つくらいあるんじゃないですか、はい、こういうのかっこいい話ね、かっこいい話、うん、なんかあるんじゃない、これね、ぜひね、送ってください。実はそれ僕なんです、実は僕そ俺、実はそれ僕なんですのコーナーいや、OK、はい、OK 紳士のコーナーにする。何それ、はい、OK 紳士のコーナー、はい、OK 紳士、はい、OK 紳士のコーナー、はい、OK、この番組どんだけコーナー作るの今の段階でね、10弱多いって多いのよ。でも、ね、はい、OK 紳士はね、聞いてて気持ちがいいですからね。はい、OK 紳士、気持ちがいいんで、そういうのもね、まあ気が向いたら送ってください、